関西ジュニアユニット、リル関西、ボーイズビー、アンビシャス、ラが出演するお正月コンサート、漢字明けおめライブ2024座消耗大福、5日まで、ダミッカ、大阪城ホールで初日を迎えた。出演最年少は8歳、最年長は22歳。平均年齢13、7歳のフレッシュな約80人が、12000人へ笑顔を届けた。入所1年目の橋本聖吾、10、 岡むひと、八、岡野すこやか、十、元重明と、八、デイビス・ジョシュ、十、による袴姿の工場で幕開け。正月の定番曲、おみくじハッピー、では、出演者が勢ぞろいし会場のボルテージを上げた。中盤にはカンジャニエート、横山優、四十二、プロデュースの伝説のバラエティーコーナー、一種格闘技戦、が四年ぶりに行われ爆笑を巻き起こした。 後半には、先輩、なにわ男子の、初恋ラブ、ウブラブ、をユニット混合メンバーがパフォーマンス。今月22日に結成5周年を迎えるビル関西は、新曲、また君が好き、を初披露した。昨年に入所した39人が初参加した明けライブ。公演前、ビル関西、島崎とは、20、は、フレッシュな小さい子たちが仲間に加わった。 新生、関西ジュニアで見に来ていただいたみんなを笑顔にします。と意気込んだ、ボーイズ B、革新太郎、16、は、わちゃわちゃや可愛い,い、かっこいいが全部詰まったコンサートとなっているので、ぜひ楽しんでください、と見どころをアピール。アンビシャス、まゆみたけゆき、19、は、より一層たくましく、ファミリー感を大事にみんなで成長できれば、と今年の目標を掲げた。 公演ではファンへのお年玉として新しい出演情報も解禁。ビル関西は5月に東京ガーデンシアターでの単独公演が決定。ボーイズビートアンビシャスは AA グループの小島県24ラ作演出を手掛ける大阪小竹座公演に出演する。アンビシャス、まゆみはラジオ大阪の新番組、まゆみたけゆきのオシャレって言われたい金曜50 30、だ2月2日スタートする。また、ABC テレビ系で20年に放送された、年下彼氏の新作、年下彼氏2のプロジェクト指導も明らかになった。出演者は関西ジュニアの中からオーディションで決定する。